OK です。続いての試合いきましょう。続いての試合、未明 VS 滝沢彩香、ステージお願いします。俺がやんな、可愛いの俺がやんな。 DJ 葉月、この試合のピートお願いします。じゃんけんお願いします。最初はグー、じゃんけんほい、あいこでしょ、あいこでしょ、ここで。それではいきます。先攻滝沢彩香、後攻未明、半小節3ターン。 DJ 葉月、レディーファイト。レディーファーストだ、真摯なこった。私半年でここまで来れた、でもバトルじゃ芯から消えてく、毎回こいつは陰に逃げてる。ブーン、はち込むプライズバイ、hey、 私の言葉が聞こえるか。相手は未明だからどうだって関係ねえ、私かますだけ。陰に逃げてるって、4小節目でライム落とすのどうなの、一体どこが陰に逃げてる。ライムがヤバいと信じきれてる。ただそれだけの話、レディーファーストな礼儀作法、さあ始めよう、ここで MC バトル。タラ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 説教ですか、揚げ足取りマジご苦労ですわ。何言われても響かない、あなたの言葉は全然目指してないから全く動じない。相手になんだこうだ、揚げ足好きなだけ取ってください。私まだまだ言うことたくさんありますから。言うことたくさんあるけど、あとワンバースしかないから、頑張ってくれないと無理だね。説教ってあんたの方がおせっかいだし、いらないおせっかいは、まあ優勝するの俺以外ない。はっきり言うけど、ごめんバイバイ、初戦敗退。朝から晩までわがまま散々、あなたはだんだん落ちてくフィールダウン。未明はこれができない、だから私は目指してない。お前の感覚初戦バイトだろ、見せ物やのサルクメバビロン野郎。どのビートでも言えることじゃなくて、音に合わせてフローしなさい。音に合わせてライムできないやつに言われたくないよ。今日の俺は敵なしじゃ、メモ帳通りによくできました。そう、今日ができないフローがどうとか、だんだんアンダーガンからカイナーがてきてナンバーワン。終了。それでは判定聞いていきたいと思います。いきます。先攻滝沢彩香、後攻未明、勝者未明。ありがとうございました。半年ラップバトルやってきて、今日ここまで来れてマジで感謝してます。呼んでくれてありがとうございます。音源も頑張ってます。新曲トムボーイリリースされたんで、ぜひチェックしてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。